それは歌で病気や怪我を治す音声医学。西洋東洋医学に続く第三の医学として今では立派に市民権を得ています。治療を行う歌い手ヒーラーになるには国家資格の免許が必要。私藤井かなはそんなヒーローを目指して修行中の高校1年生です。私が弟子入りしたのは世界トップクラスのヒーラーリアさん。あなたは耳がいいですから気づけますよ。励みなさい。はい。ヒーラーが治療を行う時に作り出すイメージは普通の人には見えません。ヒーラーとしての素質としっかりとした修行が必要です。ヒーラー見習いとしてリアさんの元で修行に励むのは私を含め3人。地方から上京してきた響ちゃん。夢に向かって進んでるって感じがするかな。私もかなちゃんに負けないよ、頑張ろう。音楽一家に生まれたお嬢様レイミちゃん。遅刻は医療にとって致命的よ。将来は師匠の右腕になる。いつしろレイミ伝説の第一歩よ。それにリアさんをライバル視する帰国子女のソリアちゃん。カラズマの門下生は敵よ。もっと上手くやりたいなら時間をかけて積み重ねればいいのよ。さあ今日もヒーラー見習いとして頑張るわよ。見習い、ああ、いろんな出会いと経験を重ねながらヒーラー目指して頑張ります。そんな私たちが繰り広げるミュージカルヒーリングアニメーションオリジナルテレビアニメヒーラーガール4月4日放送開始です。